今日は平成29年8月の2日です。次は東京温度です。ここは川越の地元の六軒町の六つ塚稲荷神社の盆踊りです。非常に賑やかなお祭りになります。子供たちの元気だ。
多くなりました。やっぱり、マンションの町内会の人たちが増えたということだと思います。まさかやらないよねと思いつつ、まさか次はドラえもん温度です。ドラえもんだ。
回すんだよ。これ並ばなくちゃならない、並ばなくちゃならない。ないの？ないの？ゴリアも使っちゃったのが一つじゃん。もう一個わからない。全然わかんない。あの中に、あ、これ袋持ちないの？あとちょっと行きましょう。ちょっとビデオ撮って。8時になりましたんで、アイスの配られる時間、一応子供の時間は終わりになります。なんとたくさんの人が来るようになります。いや、今までの最高の人出じゃないかと思います。出店もポップコーンの出店が出て、金魚すくいもあるよ。食品がヨーヨースクイーン、そのまま置いてきな、置いてきな、そのまま店舗がまだ並んでるから待ってなさい。スコーン並んでる、そう、ゆうや、これ元気、ね、こんばんは。いつも踊りで、アイス美味しい。今日は寂しくて良かったですね。そうですね。お宅は近くて今ね。そうですね。奥さんもいらっしゃってるんですか。いや、またいるんですよ。子供面倒見て。大変だわね。そうなんですよ。おかわりまだいっぱいあるそうなので、もらった方捨てないでまた持ってってください。お願いします。まだ入ってる。